皆さんこんにちは。今日はですね、前回大好評だった休日 Vlog コーディネートの、オケージョンバージョンを撮ろうかなと思います。私は今日はちょっとコスメの発表会、新作発表会に行くので、ちょっとドレスアップしてるんですけど、まあちょっとこれもじっくり見せるんですけど、他のスタッフも結婚式とかなんかそれぞれのオケージョンのタイミングで休日に撮ってもらっているので、みんなのプライベートオケージョンを、皆様に公開できたらなと思います。それではスタート。ドレッシーなワンピースなんですけど、新作発表会なんでそんなにドレスしてないコーディネートが良かったのでジャケットを合わせてみました。で、足元はね、私今季すっごいヘビロテしているこのシアーのブーツ、これを持ってきました。はい、下のワンピースはですね、皆さん多分覚えている方多いと思うんですけど、メニューウェイで着れるワンピースです。で、これ上の、ボレロ、実はこれがセパレートになってて、今私中で着てるんですけど、これを上から着ることもできます。で、前回はベースがベロア素材だったんだけど、今回は普通の不白の素材にしてみました。なのでこれだったら年中着れるんではないでしょうか。今回黒とグリーンとベージュに、新色でパープルを刺しました。パステルカラーで本当に春とかも全然着やすいですし、まあ、年中着られるカラーだから、どの色を選んでも間違いないかなと思います。今回のアップデートバージョンなんですけど、予約会が、始まるので、まあ、詳細はここに書いてます。ということで、以上私のオケージョンコーディネートでした。それでは今からタクシーに乗って行ってきます。バイバイ。はい、皆さんこんにちは。今日は友人の結婚式があるんですけれども、前回好評だった休日 Vlog を撮るミッションがあるので、この機会に結婚式コーデをご紹介したいと思います。で、今ですね、白金台の式場の近くにいるんですけれども、その前にね、コーディネートをご紹介していきたいと思います。友達に頼んでちょっと恥ずかしいんですが紹介していきたいと思います。中はですね、大人気だったセットアップしてきました。で、上に合わせたアウターはオーガニックコットンの、この袖の丸みが可愛いトレンチコートを羽織っております。こちらインナーなんですけれども、こちらトップスとボトムスとセパレートになっているんですけれども、セットアップとして着用いただけます。こちらのトップスなんですけれども、肩の部分とあと袖の部分がシアーになっていまして、であと可愛いのが一番ポイントがこの後ろですね。後ろが結べるようになっているので、こうリボン結びしていただいたりだとか、あとはそのまま垂らしていただいても可愛いです。ヴィンテージのですね、サンローランのクラッチバッグと、あとは結婚式は私大体タールのものを絶対取り入れるようにしています。で、今回はアメリのタールのチョーカーをつけています。カジュアルなところであれば大体もう自分でこうちょちょちょっとまとめて、でヘアアクセサリー1本あれば、まあやってる風になるかなと思って、毎回そんな感じでやってます。もちろんちょっと固い式の時はプロにお任せして行ったりはするんですけれども、結構ラフにしちゃっております。まあテラコッタにした理由なんですけれども、昔庵野萌子さんの働きマンっていう漫画知ってますかね。そこで友人の結婚式のシーンがあるんですけど、30代とかの花嫁さんがこう華やかに見えるように、参列の人もちょっとパッと若々しく見えるように華やかにした方がいいっていう、なんかその時までは結構黒っぽい暗めの色を選びがちだったんですけど、まあ私も30代でもありますし、ちょっとね花嫁さんをこう華
華やかにしたいなと思って、結構色物だったり柄を選ぶことが多いです。じゃあ今から会場へ向かいたいと思います。まあ、結婚式ということで呼んでいただいて、久々にみんなで、まあ、集まれるのがすごく楽しみです。じゃあ行ってきます。おはようございます。おはようございます。なんとあのゆうこさんとお呼ばれ結婚式がございまして、参りました。今からね、はい、はい、行ってまいります、はい。ついでにね、あのコーデ撮影もさせていただいて、紹介しようかなと思っております。はい、では参りましょう。はい、はい、参ります。はい、今日のコーデは春なので淡い色で組んでみました。めっちゃ似合ってます。なんか新鮮ですね、パープルね。ちょっと結婚式とかそういう日は淡い色を着るのが好きなので、このコーデでしました。でアウターはまだちょっと春先でちょっと薄、あの肌寒いので、N ハリレッシュのレザーのオーバーなジャケットと、でインナーがすごく大人気 の、 あのメニューウェイゴールチュールドレスの、はいはいはい、ブラウンではないので、1年中通して着れるので、このパープルがすごく可愛くてこちらにしました。で素材がすごく伸びて、あの後ろにもスリット入ってるので結構歩きやすい感じになってます。あとこのパープルがなんていうのか、ちょっとこうくすんだ感じで、すごくこう上品で大人っぽい仕上がりになってるかなと思います。あとは、まあ、メッシュブーツもパープルなので、全体的にパープルで、まあ、ベージュとあとこういったブラウンで刺したような感じに仕上げました。お似合いです。パープルね、めっちゃ大人っぽいですよね。パープル、このパープルね、可愛いですよね。うん、可愛い。前回の秋冬は3色あったんですけど、その時パープルがなくて、ちょっと今回はよりこうレディーな感じ の、 あの印象になるようにパープルを新しく、はい、うんうん、刺した感じになります。可愛いです。私の今日の、オケーションコーディネートですね。スリーウェイの先日発売しているジャガードのセットアップに、あの大人気のパパジャケットを羽織ってきました。ちょっとカジュアルというかお友達なので、ゴリゴリのセレモニースタイルというよりはちょっと崩した感じのコーディネートで、パンツスーツですね。私結構あのお友達でしたらパンツスーツも履きます。うん、かわいい。なんかすごいしおりんっぽくて、色合わせがかわいい。パンプスとそのバッグ、そうなんですよ。差し色がね、すごくなんか暖色で春らしくてかわいい。そうですね、私結構あの、うん、お汚れ系あんまり黒着ないように、着る時もねあるけど、ね、色物にするように意識はしてますね、うん、はい。でジャケットを脱ぐとですね、こんな感じですね。もう肩にめちゃめちゃ可愛い、うん、めっちゃ可愛いボリュームがある感じで、なんかそのパフだとデコルテがめっちゃ女性らしく綺麗に見えるし、はい、なんかね、女性らしくなくてすごくヘルシーで、うんうん、すごい上品な感じもめっちゃ可愛いと思います。だそうです。いやでもあんまりね、私普段こうちょっとレディーなファッションできないタイプなんですけど、これだったらパンツだし、でもちょっと女性らしさもできるみたいな。生地があのデザイナーがね、あのジャガードでずっと作ってて、こういう細かいところ、サテンでくるみにしてたり、あのレース叩いてたりとかね、もうあの細かいところまですごい可愛いんですけど、パンツのシルエットも綺麗なテーパードで、私155センチなんですけど、なんかテーパードっておちびさんって結構着られちゃう感じよくあるんですけど、こういう形すごい綺麗です、うん、しかもなんか丈感もいいし、うん、ジャガードってちょっとこう肉ついて見えたりとかのイメージなんだけど、すごく着痩せして見える感じでとても綺麗です。着痩せです、うん、
ってな感じで、私のモデルこんな感じですね。はい。ではコーデもご紹介できたので、これから会場に行きましょう。はい、はい、では行ってきます。行ってきます。これから親戚の結婚式に行ってきます。奈緒さんからコーデを取ってきてほしいってことなので、これから取ります。はい、全身はこんな感じです。親戚の結婚式なので、ちょっとクラシックな感じにまとめてきました。で、オールブラックのコーデなんですけど、やっぱり結婚式っていうことなので、あの小物とかは、色物を刺したり、あとアクセサリーをつけて、色をポイントにしています。で、中はあのレーストップスとセットになったロンパースをしています。こうなんかすごい首元のレースとかが女性っぽくて可愛いです。はい、中はこんな感じです。レースがすごい可愛くて、ちょっとカフ袖になってます。で、後ろの V ネックもちょっと深めで可愛いです。オケージョンということだったので、ちょっとまとめ髪にしてみました。ふわっと前髪を流してしまうと結構可愛らしい印象になっちゃうので、今日はグリースで固めてきました。で、後ろは下の方でまとめてます。これから親戚の結婚式に行ってきます。最近コロナで会えてなかったので、すごい楽しみです。行ってきます。はい、皆さんこんにちは。前回しおりさんと休日 Vlog 撮ったんですけど、今日はなおさんからの指令で、オケージョンの休日 Vlog を撮ってきてと言われていますので、撮っていきたいと思います。で、私は先月も結婚式に行ったんですけど、今月も友人の結婚式がこれからあります。早速行きたいと思います。今から楽しみです。行ってきます。今日はまずトレンチコートですね。結婚式には私トレンチコートを着ていくことが多いんですけど、これは、最近発売したオーガニックコットンのトレンチコートです。少し光沢感もあるので、オケージョンとかには上品でぴったりかなと思ってこれを選びました。はい、で、中はこんな感じです。新作の、シアードレスにベストがセットになったアイテムを着てきました。これオケージョンにもぴったりなんですけど、このベストが本当に着回しが効くアイテムで、私は普段だったらこのベスト、パンツとかと合わせてカジュアルに着たいなって思いますし、でもこういったね、オケージョンの時とかもセットで着れるので、本当1枚持ってたらめちゃくちゃ使えると思います。で、ちょっとこのシア、このシアもすごい柔らかくって、気持ちなんか張り感があるので、抜け感があって春とかのオケージョンには可愛いかなと思って選びました。で、バッグはヴィンテージのセリーヌさんです。はい、で、足元はベストの色に合わせてネイビーをチョイスしました。こんな感じで早速行ってきます。ではこの後友達と待ち合わせして式に向かいたいと思います。では行ってきます。はい、こんにちは。こんにちは。今日も同世代コンビでお届けします。今日は私とはなちゃんの実
は共通の友人が、そうなんですよ、はい、いまして、その子たち何人かとちょっといいところのご褒美ランチに行きたいと思います。楽しみですね。楽しみです。めっちゃお腹空いた。で、普段私たちすごいカジュアルな服装をしてるんですけど、はいはい、今日はドレスコードがあって綺麗めに仕上げてきました。仕上げてきました。なのでこちらをご紹介したいと思います。本日は、こちらのブラックのドレスを主役にしたコーデにしました。このドレスすごい可愛いのがですね、こちらがですねバックリこんな感じで開いてるのがポイントのバンピースになっています。かわいい、めちゃめちゃ可愛い。素材感もですね、伸縮性もすごいあるので着心地もいいんですけど、この立体感のあるような素材感もすごい可愛くてお気に入りです。腰の位置がかなり高めに設定されているので、すごいスタイルアップ効果もありますし、ストーンとしたその内感のあるシルエットと、このパフの感じもなんか全体的にくしゃみにするような感じでお気に入りです。であとこの後ろの空きなんですけど、こんなバッグが入ってるんですが、私下着そのまま今着ていて、下着を着ていてもちょうど綺麗に隠れるように計算をされて作られているのがデザイナーはなちゃんのポイントに、うん、はなちゃんのデザインのポイントになってます。ありがとうございます。結構大胆に開いてるんですけど、いやらしくない感じとは、デコルテも綺麗に見せてくれるのでお気に入りです。すごいお似合いですね。ありがとうございます。可愛いと思います。アクセサリーはゴールドのちょっと華奢なデザインのものを今日は選びました。で、女性らしく大人っぽい印象に仕上げてます。ブラウンっぽいちょっと落ち着いた色味を持ってきて全体をシックにまとめました。ドレスコードということでこんな感じでまとめてきました。で、ポイントはこのサロペットなんですけど、このグリーンの色味がすごい可愛くて私が一目惚れしたポイントになっています。この横の垂れているところがすごいポイントになっていて、自分の体型に合わせて調節することができます。人気のミニマルジャケット、普段使いにもオケーションとかそういう場面でもすごいいろいろな場面で使い回せるのですごい愛用してます。中はこんな感じです。中のそのシアーのシャツもアメリですか？これアメリです。あれか、メディのアメリのアメリの人のアメリサマリンのトップシャツですね。はい、とてもお似合いです。これがこのパフッとしてるのがすごい可愛いです。可愛い。で、ポイントにフレンチのバッグを持ってきました。で、今回はちょっと春っぽい春をイメージしました。春を春をイメージしました。ただ春バージョンみたいなテロップ入れてもらって可愛いと思います。こんな感じです。はい、ではコーデの紹介が終わったのでランチの場所に向かいたいと思います。はい、行ってきます。行ってきます。バイバーイ。